再開します。日程18、意見書第12号、無謀な在沖米空軍兵による住居不法侵入事件に対する意見書と、日程19、決議第9号、無謀な在沖米空軍兵による住居不法侵入事件に対する抗議決議についてを一括して議題とします。提案者の提案理由の説明を求めます。上地栄基地関係調査特別委員会委員長。それでは読み上げて提案をしていきたいと思っております。意見書第12号、無謀な在沖米空軍兵による住居不法侵入事件に対する意見書。上記の議案を会議規則第14条第1項および第2項の規定により提出します。平成26年12月17日提出。読谷村議会議長伊波敦史殿。提出者読谷村議会基地関係調査特別委員会委員長上地栄。賛成者副委員長伊佐新保ほか7名の議員でございます。無謀な在沖米空軍兵による住居不法侵入事件に対する検証。去る11月28日午前2時40分ごろ、北谷町北前のアパート2階のベランダの窓から不法侵入し寝そべっていたところ、物音に気づいた住人の通報により、在沖米空軍嘉手納航空基地所属の一等軍曹30歳が現行逮捕された。沖縄署によると、逮捕当時容疑者は酒に酔っており、調べに対しわからないなどと話しているとのことである。容疑者が基地外で飲酒したのか基地内で飲酒したのかについては明らかにされていない。在日米軍は11月26日に米軍人による事件や事故が減少したとして、軍人軍属の外出基地外飲酒を制限する勤務時間外行動指針リバティ制度を12月9日から緩和すると県に報告した矢先の事件である。本村においても平成24年11月に同様な在沖米空軍兵による住居不法侵入、傷害、器物破損事件が発生し、村民大会を開催し、日米両政府に直接抗議要請してきたところである。本村議会は、去る10月に在沖米空軍、米軍基地内で発生した米海兵隊による住居所持立てこもり事件や、在沖米軍人による度重なる事件事故のたびに米軍や関係当局に対し厳重に抗議し、綱紀粛正および再発防止を要求してきたが、全く改善されず極めて遺憾である。今回の事件は非常識で無謀極まりない行為であり、被害者および県民に与えた不安と恐怖を考えると断じて許せるものではない。さらに沖縄市においては、12月4日午前5時ごろ米軍人の引き逃げ事件が発生している。よって読谷村議会は、村民の生命財産安全を守る立場から、米軍及び関係当局に対し厳重に抗議するとともに、下記事項について速やかに実現するよう強く要求する。1、米軍人軍属の綱紀粛正を徹底すること。2、勤務時間外行動指針リバティ制度の緩和を撤回し規制を継続すること。3、事件の再発防止と具体的な解決策を作成し速やかに公表し実行すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成26年12月17日、沖縄県読谷村議会。宛先、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、外務省特命全権大使、沖縄担当。
沖縄防衛局長でございます。次に決議9号でございます。タイトルとそれから宛先を読みます。決議第9号、無謀な在沖米空軍兵による住居不法侵入事件に対する抗議決議、上記の議案を会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。平成26年12月17日提出。読谷村議会議長伊波敦殿、提出者読谷村議会基地関係調査特別委員会委員長植地栄、賛成者副委員長伊佐新保ほか7名の議員でございます。タイトル読み上げます。無謀な在沖米空軍兵による住居不法侵入事件に対する抗議決議でございます。内容は一緒です。宛先読み上げます。宛先、駐日米国大使、在日米軍司令官、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、嘉手納基地第18航空団司令官でございます。以上提案申し上げます。意見書第12号および決議第9号に対する説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっております。日程18、意見書第12号、無謀な在沖米空軍兵による住居不法侵入事件に対する意見書と、日程19、決議第9号、無謀な在沖米空軍兵による住居不法侵入事件に対する抗議決議については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって意見書第12号および決議第9号は委員会の付託を省略することに決定しました。これより討論を行います。まず意見書第12号に対する反対者の発言を許します。次に賛成者の発言を許します。議席18番、国吉正和議員。意見書第12号、無謀な在沖米空軍兵による住居不法侵入事件に対する意見書に賛成討論を述べます。血のみ子がいる若夫婦のアパートで深夜気づいたら酒に酔った米兵が寝ていた時の恐怖、また11月12月は県知事選挙と国政選挙で米軍基地が争点の最中に米兵が銃を持って立てこもり、飲酒運転で事故を起こしたり、ついにはひき逃げ事件まで発生した。その中で12月9日からリバティ制度と呼ばれる飲酒制限を緩和した。しかし相次ぐ事件事故に基地を容認してきた組長までも飲酒制限緩和の延期を米軍に求めたが受けられない。なぜ事件事故が続いている時期に緩和するのか。これは県民の不安を一個だにしないクリスマスを控える米軍優先の判断が根底にあり、よって問題を解決するには諸悪の根源である基地撤去以外ないことを述べ、賛成討論といたします。これで討論を終わります。これから意見書第12号、無謀な在沖米空軍兵による住居不法侵入事件に対する意見書についてを採決します。本案は規律によって採決します。意見書第12号に対し
賛成の方は起立願います。起立全員であります。したがって意見書第12号は原案の通り可決されました。次に決議第9号について討論を行います。決議第9号に対する反対者の発言を許します。次に賛成者の発言を許します。これで討論を終わります。これから決議第9号無謀な在沖米空軍兵による住居不法侵入事件に対する抗議決議についてを採決します。本案は起立によって採決します。決議第9号に対し賛成の方は起立願います。起立者全員であります。したがって決議第9号は原案の通り可決されました。日程20、決議第10号議会活性特別委員会設置に関する決議についてを議題とします。提案者の提案理由の説明を求めます。長浜宗則議会運営委員長、決議第10号議会活性特別委員会設置に関する決議、上記の議案を会議規則第14条1項および2項の規定により提出します。平成26年12月17日提出、読谷村議会議長矢淳殿、提出した読谷村議会運営委員会委員長長浜宗則、賛成者副委員長山地正則ほか5名の委員でございます。議会活性特別委員会員設置に関する決議、次のとおり議会活性特別委員会を設置するものとする。き1、名称議会活性特別委員会。2、設置の根拠、地方自治法109条及び委員会条例第3条。3、目的、議会の活性に関する事項について協議検討する。4、委員の定数9名。5、調査期限、調査終了まで閉会中もなお調査を行うことができる。提案理由、地方分権が推進される中で組長と等しく利権代表制の一翼を担い、住民の意思を代表する議会として、住民意識の多様化、行政運営の変化に対応するためには、議会の機能を時代に合わせて再検討し、充実、発展させていく必要があると共通認識のもと、改革を、議会活性特別委員会改革を設置するということです。決議第10号に対する説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっております。決議第10号議会活性特別委員会設置に関する決議については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって決議第10号は委員会の付託を省略することに決定しました。これより討論を行います。決議第10号に対する反対者の発言を許します。次に賛成者の発言を許します。討論なしと認め、これで討論を終わります。これから決議第10号議会活性特別委員会設置に関する決議についてを採決します。お諮りします。本案は原案の通り決定することにご異議ありませんか。
異議なしと認めます。したがって決議第10号は原案の通り可決されました。日程21議会活性特別委員の選任についてを議題とします。お諮りします。議会活性特別委員の選任については委員会条例第5条第2項の規定により議長が会議に諮って指名することになっております。議会活性特別委員に議席1番与那覇則夫議員、議席2番千葉那徳英議員、議席3番荒城明彦議員、議席7番仲間麻生議員、議席9番遠間良治議員、議席10番比嘉幸男議員、議席12番植地理恵子議員、議席15番長浜宗則議員、議席18番国吉正和議員、以上の9名を指名したいと思います。これに合意ありませんか。異議なしと認めます。ただいま指名しました9名の議員を議会活性特別委員に選任することに決定しました。これより議会活性特別委員会の委員長副委員長をご選していただきます。しばらく休憩をいたします。ただいま、選任をされた委員の皆さんは別室にてご選の上ご報告をお願いいたします。閉会中の申し出の議題の最後に入れようということで。2,000、4,000何番な。いっとくか。いいんじゃない。
宗則さん、一興さん、はい、よろしいですか。はい、再開いたします。諸般の報告を行います。休憩前に議会活性特別委員会において委員長および副委員長の御選が行われ、その結果の報告を受けましたので報告をいたします。議会活性特別委員会委員長に長浜宗則議員、副委員長に比嘉幸男議員、以上のとおり御選された旨の報告がありました。これで諸般の報告を終わります。休憩いたします。次の陳情の第4号についての報告がありますが、お手元にお配りした陳情文書の趣旨の上、会議別の議会の回数がですね、一文字多く打たれているということで、私の方で休憩中に訂正をさせていただきます。正確には436回ということで、2の数字が余計に入っているということでね、ご了承いただきたいと思います。再開いたします。日程22陳情第4号軍用地にかかる固定資産税の減免措置について要請を議題とします。お諮りします。陳情第4号は総務常任委員会に付託し、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって陳情第4号軍用地にかかる固定資産税の減免措置について要請は総務常任委員会に付託し、閉会中の継続審査とすることに決定しました。日程23閉会中の継続審査申し出についてを議題とします。総務常任委員長からコミュニティバス運営に関する調査について、文教厚生常任委員長から村内小学校に配置した電子黒板の活用状況調査および児童のテレビゲーム等の使用状況調査についての継続調査依頼があります。お諮りします。総務常任委員長および文教厚生常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって総務常任委員長および文教厚生常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることに決定いたしました。諸般の報告をとしまして、文教厚生常任委員長の委員会から閉会中の継続調査、村内幼稚園の現状調査について報告書をお手元にお配りしておりますので参考にしてください。議決事件の議事整理についてお諮りします。会議規則第45条の規定により、第436回読谷村議会定例会において
議決した事件の条項、時区、数字、その他の整理を議長に一任することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本定例会において議決した事件の条項、時区、数字、その他の整理を議長に一任することに決しました。閉会するにあたり一言ご挨拶を申し上げます。第436回読谷村定例議会は去る12月9日から本日までの会期をもちまして補正予算、条例の一部改正等の審議がされ、全議案が全会一致で可決されました。また、一般質問には各議員から子育て支援や地域の安心安全の取り組み等、多様な分野にわたり改善要望や問題提起がありました。質問は各議員が日常取り組んでいる政策や村の課題等であり、行政当局はその内容を真摯に受け止め対処することを要望いたします。さて、読谷村議会は二元代表制のもと村民の代表機関として村政発展と村民福祉の向上の実現に向け公正性と透明性の確保に努めなければなりません。そのことを具現化するために今議会において議会活性特別委員会の設置が決議されました。議員のスキルアップはもちろん、議会の機能を時代の変化に対応し、さらに発展させていくために、議員各位の努力とご協力をお願いいたします。父の灰や馬の灰、窓氏は皆さんにとってどういう一年だったでしょうか。今年は選挙の当たり年で、本村においても2月の村長選挙に始まり、9月の村議選、そして11月の県知事選に加え、先日の衆議院選とそれぞれ一喜一憂あったかと思いますが、いずれの場面においても国民の政治離れ、投票率の低下の現状は憂慮しなければなりません。さらに自然界では大型台風の接近が相次ぎ、初の特別警報が発令されるなど、自然の脅威とそれに対する心構えを改めて考えさせられる一年になりました。核火山列島日本において9月に起きた御嶽山の噴火により犠牲になられた御霊に対し中心よりご冥福をお祈り申し上げます。さらにはゲリラ寒波による豪雪等の被害で現在も日常生活に支障をきたしている皆様に心からお見舞いを申し上げます。さて、今年も残りわずかになりました。一年を振り返り来年の目標と計画を立てるのもこの時期であります。年末年始多くの予定があるかと思いますが、各自健康には留意をされ、迎える羊年が皆様にとって今年以上に輝かしい年になることを願い挨拶といたします。以上で本日の議事日程はすべて終了いたしました。会議を閉じます。平成26年第436回読谷村議会定例会を閉会いたします。お疲れさんでございました。それではご挨拶を申し上げます。今年1年日本一人口の多い村でスタートしました。そしていろんなメモリアルな年だったと思っています。近々で言いますと婦人会の100周年、また読谷祭りが40周年ということでですね、各々の団体でそれなりの取り組みをしてきたかと思います。まあ、そういった中での、行政懇談会等々ですね、議会執行部プラス、住民も含めてですね、より村民の福祉向上のために、切磋琢磨できた、1年ではなかったかと思っております。先ほど議長からもありましたように今年馬年でございました。そして馬んちゅの会が大活躍した、1年でもあったかと思いますが、次年度は羊年ということでですね、あっという間の馬年からまた、羊年迎えるにあたってですね、大きな決意を持ってみんなで、頑張っていきたいと思っています。来年は終戦70周年ということでですね、東京日本では2回目のオリンピックを迎える、そういったですね、状況の中で、本村は未だ平成18年度に返還されたですね、読谷飛行場関連用地をはじめとするまさに
戦後復興の真っ最中でございます。まあ、そういった意味ではですね、多くの村民の皆様のまたこれからのですね、ご協力も、お願いしたいと思っております。そして、12月議会、補正予算の、可決等々ですね、条例の可決いただきました、残りですね、年度内精一杯努めていきたいと思っています。それと、一般質問に、出た分についてもですね、永遠に、村民の福祉向上のために、取り組んでいきたいと思っています。今年1年大変お疲れさんでございました。また、年末年始もですね、自治を自愛して新しい年笑顔で会えることを記念したいと思います。大変お疲れ様でした。まだあるはい、お疲れ様でした。